がピュッピュになるので寒いでしょうみたいになってて、ああなるほどね、北風ねと思いながらそう家を出た。やだね寒いの、せっかく3月になったのにさ。お、ドボンやんないと。今からドボンを開きます。ねえ、普通に出かけたら寒かったよね。日曜日はあったかいんだ。もうさ、この携帯がさ、もうあの液晶が触れないからさ、どこを触ってんのか分かんないんだよね。私も今日寒いってなったから着替えたんだよね、朝。若干の裏起毛でもうヒートテックも着て、それでも寒いけどね。あと風が吹くとね、もう髪がボサボサになるのが嫌だ。なんかもうキャップが欲しいかも。キャップあんま持ってない、あんまってかもう持ってなくて、キャップ欲しい。さてドボンをランダムでやります。風邪ひかないでって、ひいてないよ。ひきそうだよね、でもこんな寒さだったら。髪が、みんなはもうお仕事終わりました？そっか、今日ひな祭りか。かといってなんかひな祭りっぽいことも何もしてないけど。そう、なんかりーちゃんと帰りひなあられ探してたんだけど、ひなあられ、ひなあられが、あられが売ってなかった、どこにも。週末雨降るらしい。そうなの。もう昨日の雨やばくない？もうトラウマなんだけど。ね。なんかひなあられとかさ、あったらさそんな興味ないけど、ないと欲しくなるよね。おばあちゃん家とか結構大きいのいっぱいあったな。ひな壇。祭りって何するの？何するとかないよね。女の子の日って感じだね。女の子をお祝いしましょうみたいな。今残業中。お疲れ。最近ひな人形飾ってないです。まあそうだよね、どこの家庭もわかんない、どこの家庭も知ってるわけじゃないけど、あんまり飾んないよね。なんか何段かあるの。私多分実家は、なんだろう、ひな、おひな様とおだいり様だけのは飾ってるかも。みんなもお仕事お疲れ時間だよね。疲れみ。私ももう今日は帰ってきました。雨だと私本当になんか準備やる気をするから、雨やだわ。夏の雨ね。でも雨臭いのがなんか苦手なんで、花粉はね、私は
これはもう何回も言ってるけど、イネ花粉人間なんですよね。ピーナッツパン潰れちゃったわ。ちょっとだけ食べた、汚い。後で食べようかな。あとはマリアから差し入れで、あのね、これをもらったんです。チョコまみれカントリーマム、初めて食べたんだけどめっちゃ美味しかったから、食べます。今洗濯機回ってるんだよね。洗濯を干さないと。花粉はね、春はわからん、ちっちゃ、でも そう、マリアのマネージャーさんかららしいんだけど、おいしい。今日は久しぶりにあるもの食べて、うわ、なんかすっごくおいしく感じて涙が出そうでした。何でしょう、まあ、答えは、うーん、どうしようかな。あー、たこ焼きはなんかちょくちょく食べてたね。実は2週間前とか食べてたんですよ。なんかたこ焼き屋さんがあって、そう、近くにねたこ焼き屋さんがあって、もう食べたんだけどめっちゃ美味しかった。やっぱさ、たこパとかもさ楽しいけど、たこ焼き屋さんのたこ焼きも美味しくない？わかります？でもなんかマスクをすることをいいことに、すりおろしにんにく食べました。すりおろしにんにくを入れて食べました。何かはメールに書こうかなって言っても、どうせみんな755とかに書くからあれだけど、ラーメンじゃないんだよ。なんかでも腹七分目くらいだったから、そう、やっぱさ、それなんか多分これを食べるときにいっぱいになると美味しさがねあれなんだけど、腹七分目くらいだからちょうどいいけど、あ、もうちょっと欲しかったかも。当たってる人いるよ。もう答えた方が早そう。焼肉です。もう本当に今すっごい焼肉食べたくて、結構久しぶりに食べたんですけど、2ヶ月ぶりとか。タンを口に入れた瞬間に、ってなって、やば、美味しいってなって、そう、なんか涙出そうになった。めっちゃ美味しかった。タンしか勝たんって間違いない。いや、なんか頑張れそうです。もう超美味しかった。一人じゃないよ。チラシ寿司ね、やっぱお刺身系もあるよね。うわー、おばあちゃんの作るチラシ寿司が食べたい。
ああ、龍角散買おうと思ったんだ、忘れてた。シンプルに喉やられてる。うん、カルビはまあ嫌いではないけど、そんなこのなんか1個2個でいいかなって感じ。あとはトントロ食べました。加湿器な、マジ加湿器大事。ねえ、私おばあちゃんの作るちらし寿司めっちゃ好きなんだけどさ、なんだろう、地方住んでるとこやってちらし寿司とか違いそう。調べます。何が入ってんだろう、一緒かな。あー、なんかエビとか魚とか入ってないんだよね、うち。あー、これが近いのかな。めちゃくちゃなんかご飯と鮭フレーク、おばあちゃんの鮭フレークと卵と人参とレンコンとか椎茸とか入ってるか。結構シンプルなやつ、さやえんどうとか、あとはその上に紅生姜乗っけてる、おばあちゃん。そう、紅生姜がポイントなんだろうか。あ、ふきとか入ってない。もうエビもイクラも入ってないかも、おばあちゃんが作るやつはね。うんうん、椎茸結構似てあるやつとか、そうそう、チキフリエクとか。うん、結構おしゃれなちらし寿司が多いね。こんなんじゃないかも。結構でもそれが美味しい。私錦糸卵めっちゃ好きで、おばあちゃんが作る、なんかいつもちらし、結構ね、まめにおばあちゃんがちらし寿司作ってくれてるんですけど、なんか錦糸卵だけおばあちゃんが私のために多く作ってくれて、なんかちらし寿司こういうおっきいさ、なんだろう、おけ釜に入れるんだけど、その全部並べて、そのなんかちっちゃいお皿に私の玉の、私のために錦糸卵を作ってくれてるの。超優しくない？そう、ゆうちゃん錦糸卵食べるでしょって言って、そう、いつも別に作ってくれてるの、作ってくれてるってか分けてくれてる。ホタテも入ってる。海鮮はいいよね。でも海鮮入ってるとね、テンション上がる。でもおばあちゃんも私のこと可愛くてたまらないんだろうなって思うけど、可愛がられてますよ。一番下の孫だからかな。もう上がもうね、大人びてるし。いや本当にね、元気で長生きしてほしいですよ。58。ばあちゃん何歳？何歳だろう。80歳くらいかな。600。結構いってるね。まあ年、お兄ちゃんとかが年いってるから
撮れました？ばあちゃん足腰はねちょっとね結構前にやってしまってね、そんな元気ではない。高校するね。いやもうおばあちゃんもそうだけど、親とかもね。でもなんかおばあちゃんと結構ご飯、お昼ご飯とか食べに行ったりしてる。とか成人式のそのね。前撮りの時も振り袖、そう本当は前撮りね撮ってる時に着たかったんだけど、もう私ドレスと振り袖と2着着たからもう半日くらいかかっちゃって前撮りに。それちょっと辛いからその振り袖着てお家帰るねって言って振り袖を着ておばあちゃんに会いに行ってきました。すごいでも褒めてくれました。可愛いねってくれました。そしてはなんだろう、自分のおばあちゃんの結構大事にしてる帯をつけたので、それもね一番嬉しかったのかなとも思います。でもおばあちゃんの帯とお母さんの振り袖着れて私はもう大満足。そう帯と着物で3台って、まあお姉ちゃんはなんかそういう感じじゃないから、まあお姉ちゃんは結構そういう、まあ、時代も時代ですから、お姉ちゃんの世代も結構そういうなんかねパラパラとかさモームスさんとか流行ってた時代だから結構、まあ、やんちゃ系ではあります。目に入れても痛くないっていうもんね。何の話してたっけ、そんな目の話してたっけ。なんかお兄ちゃん33じゃないし兄ちゃん40じゃないし、姉ちゃん口調強いですよ。そのなんか私の姪っ子レイヤっているんですけど、お姉ちゃんの子供がもうなんかそこが兄弟喧嘩姉妹喧嘩みたいな感じ。やっぱまたユッキーナと当たったんだけど、めっちゃ当たる恥ずかしい。ごめん目の話でそういうなんかことわざ的な感じ、ごめん知らなかった。
スタンプ送ってる今ずっと。そう、なんかまあなんだろう、そんなお姉ちゃんも年じゃないからさね。あ、ビービー言ってます。メンバーも結構応答多い。私も昨日あやみんちゃんと会ったんですけど応答でした。でもスタンプすらくれなくてちょっとピエンだったけど、洗濯終了。私の愛用しているコートを洗濯しました。まあね、音じゃないとね、まあ、してやるこうやってショールーム、今はちょっと音じゃないけど、ユッキーなんかドボンされましたね、やってないとね。でもなんだろう、お兄ちゃんとかからしたらさ、私のお母さんってすごく若いだろうけどさ、私からしたらそんなさ若くはないから、なんだろう、同級生とか、なんだろう、授業参観とかあった時に、あー若いお母さんいいなって思ったことはありました。でも今はなんかむしろそんなことない。なんか昔はね、そのやっぱ小学校の時とかは若いお母さんが良かったから、親と出かけるのとかすごい恥ずかしかったんですよ。なんかね、絶対これ末っ子あるあるだよね。そうけど、なんかむしろ今はなんかもうお母さんと私買い物したいくらいけど、まあそんな出かけないんですけどね、まあ、このご時世もあるし。末っ子だから小学生の時とか30代の子さんね、わかるわかる、そうなんだよね。別にお母さんが老けてるようには見えないんだけどさ、やっぱさ小学生とかってさ、お母さん何歳みたいな話絶対するじゃん。もう小学校の時とかは嫌だったね、みんなが若いからさ。エイト保護者会はどんなもんなんだって。でもやっぱ初期の頃結構活発的に保護者会動いてるっぽいイメージあったけどな、エイトの。でも誰かの誰かのママが仲いいとか結構あると思いますよ。私の親は、私のお母さんはクレちゃん、クレナのママとは結構頻繁に連絡取ってるかな。あんまりね、お母さんなんかそう連絡先もいらないタイプの人らしくて、あんまり連絡先交換してないんだけど、クレナママが結構仲いいのかなとは思う。ママ会どうなんだ、今はしてないんじゃないかな。保護者会でも結構なんか保護者が、もう初期の頃は保護者がなんかエイトの何周年のグッズなんか注文して、タオルとかカバッグとかなんか作ってくれたり、キャンディーとか瓶に入ったキャンディーとかも作ってくれてたりしたよ。そう、私あんまりこの人のママがこの人の、この人わかんない、あんまり把握してない。ルカママとは仲いいです、私がね。誰かのママと仲いい、ルカママとかユリとかクレナとか、全国ツアーの地元の親は大変そうだよ、めっちゃ大変、差し入れとかも必死よ。
ゆなのママさんはコンサート見に来たことある？ありますよ。地方が多いけど、地方ってか私の岐阜の近くが基本多いんですけど、多分初めての東京ドームとかは来てくれた気がする。もうルカママはもうすっごい話しやすいですね。もう私のことをいじり倒してくる、あんたみたいな、あんたなんとかかんとやろみたいな。舞台はどうだろうか。まあね、このご時世でもあるからこれなんじゃないかな。ルカのママはよう喋るね。ああそうそうそう、 OSU の方のマリアとも、マリアのママはマジで仲いい。普通にもう子供も仲いいし親も仲いいので、普通に親にご飯行ったりした時もあります。私の親めっちゃ懐くから恥ずかしいいいな。でもなんか話してほしい自分のこと、あんまり話してたとこ見たことないからあれだけど。あ、大西の母さんも面白いイメージある。山田のママとかも関西はやっぱ面白い。マリアちゃんママの面白いエピソード久しぶりに聞きたくなってきたってわかる。あ、私が見てるかな、なんか結構そのね、私あのマリアのママがショールーム見てて、私がこの前、これは面白いエピソードじゃなくていいエピソードなんだけど、私がこの前泣いたじゃないですか。で配信切った時になんか私のお母さんに連絡したらしくて、なんかゆうな泣いてたけどなんかあったのみたいなのを、マユポンって呼んでるんですけど、マユポンがマリアにも私のお母さんにも連絡してたらしい。そうから私親に何も相談しないんだけど、そうマユポンが言ったせいで、言ってお母さんに泣いてるのバレましたそう見てたっぽい。今も見てんのかな、コメントしてくれないのかな。親にバレちゃったバッチ君面白かったよ。あ、そういえばそういえば、あの公式ホームページで発表があったんですけど、3月7日11時半かな、バチコイ、また出演させていただきます。イエーイイエーイ。なんて書いてあったんだろう、洗濯物さんと。春の風を待つあの花のように、見ます。今回のバッチ行為はバッチバチ、うちのエイトがすみません関東メンバー以外の7人のチームエイトメンバーがガヤエイトとして様々な企画を持ってガヤ席に大集合。とにかく可愛さを追求する企画からダンス対決まで、バッチバチに番組を盛り上げます。前編後編でお届けする大型企画、お見逃しなくです。関東メンバーとガヤエイトがナギ、ユーカリン、私、セリカ、ヒナコ、シタオ、仰天です。イエーイ。これはもう私はこの前のバッチ超えてバカキャラをね、バカキャラっていうかバカをやったと思うんですけど、もう今回はもう
って変わってバカなんて一切ございませんので、私なんか二重人、もうなんか二重人格かみたいな、もう2個、もうバッチコイ2個目のキャラをやっているので、キャラじゃなくてバカらしいんですけど、バカはもう今回は一切ないです。バカ系統じゃないです今回ので、ちょっとまあ楽しみにしててください。すごい、でも私はでもどうなんだろう、これは後編になってしまうのかな、わかんないですが、まあ、前編後編あるので前編も後編もお楽しみにしていただけたらと思います。フリじゃない、マジでフリじゃない、バカ一切出てないから、まあ、見てください。ね、ユカリンの私服が寒そう、ただミアと残せたのかって、わかんない、どうだろう。でも結構メンバーとかは良かったって褒めてくれましたので、まあ楽しみにしててください。私服に見えないんだけど、それな、衣装かと思うよね。だって冬にあんなスケスケの服着ないもん普通。ドボンされちゃったカード一発目で。明日は3月4日ですか。あ、そっか、明日当落か。もう今日もね稽古だったんですけど、難しいです。もうポカーンってしたい、自分のことポカーンポカーンってしたいんですよ。もうでも頑張ることしかできないから、30日ね当ててほしい。そのタワーでも涙が出そうなくらいメンタルがもう今不安定。ワイケアとマクナタン神吉、寝癖も可愛いよ。今日もお疲れさん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。もう頑張れる。もう私が演技ができなさすぎて、もう自分の才能のなさ、もちろん練習していかないとあれなんですけども、稽古何日目だろう、今稽古始まって2日目とかで、2日目なんだけど、できなくなって寝癖やばいよね。でも私絶対疲れてるとああなるんだよね。静岡ツアーの時も結構やばかった。写真あるかな、探してみる。
すげーってなるのかな。でも本当に、回数がないからこそ より不安になるよね。これはもう自分のせいだけど、顔面下にして寝てない、私顔面下にして寝てるつもりない。なんでだろうね、なんであんな跳ねてたんだろう。静岡ツアーの時もやばいんだよね、結構。あったあった、なんか浮き上がってんのさ、見えるかな。やばくない？静岡ツアーの時も、なんだろう、大学とかかぶっててとか、なんだ、山梨ツアーとかもあって、やばいやばいみたいな起きたらこんなんで。でもちゃんとメイクしてこうなりましたよそう、やばいよね。幼いかも、でも静岡ツアーの時とか。何のリップつけてんだろう、ピンク、ピンクのリップつけてる。どうやってやってんだろうね。懐かしいな。もう2年前になっちゃうんだね。でもやっぱ監督さんとかも、うまい子はさ、なんだろうね、ちゃんと見てられるけど、私とかもう下手くそだから演技がね、なんかもう申し訳なくなってきちゃう。もう言われてることは分かってるんだけど、これやってあれやってこうしてってなっちゃうと、もうはっはっはっってなっちゃう。やばいよ、もうネクスト4が、私だけまだ19だけど、もうみんなここがもう中2だったのに。中2だったのに全員20歳です。そう、でもやっぱね、経験してる子はそういうのをさ重ねて上手くなってきてるしね、言われたことすぐこなせれるけどね、より変わんないよね。でも女性っぽくはなってきてるけど、時代の流れ怖ってね、怖いよね。私も成長してるかしら。もう喉枯れそう。今日3月何日？3日か。じゃあ2年前の3月3日をちょっと探してみる。確かに永遠に泣いてるね、恥ずかしい。3月3日は何してたかな。ああ、動物の写真しかないわ。かわいい、ココが目つぶってる。かわいい。
かわいい。ココココも元気かな。片足上がってる、かわいい。1年前、逆に1年前気になる。1年前はレッスンしてんのかな。何して、3月3日待って、怖い話していい。怖くはないのかな。1年前の今日と今同じ服着てんだけど、これちょうど1年前。怖くない？怖くね？結構怖いんだけど、私からしたら。え、すごくない？この時はクリームソーダの髪茶色いな。え、じゃよく着てるんだけど。いや、ツッコミツッコミよく着てるやんって。着てるんだけど、でも1年たまたまさ、こんなのある。うわー、茨城ツアーかー。レッスンちゃんとしてたのに。あるかな。あるよね、もちろんしてたのに。てんてんてんだね、これはね。でも同じ日って普通にすごくないって思うんだけど、茨城ツアーね。でも瀬戸利も結構よかったし、まあやれることを願いましょうって感じかな。もう瀬戸利、いや私は茨城ツアーの瀬戸利をやってちょっとみんなを見返したかったってのもありますね。毎日1枚は自撮りとかしてるの、毎日しないかな。して今も目しかしてないから、ファンデーションもしてないし。確かに1週間早かったらね、できてたね。タイミングよね。まあでももういつかあることを信じて楽しみにしていてほしいですね。お肌綺麗じゃないですよ。バチバチにやってますよ。帰り、もうここのニキビがずっと存続している。明日でシンガポール旅行から3年旅行じゃないから、一応修学旅行って言ってもらえると。なんで分かんの、すごいな。シンガポールね。これだ。うん。おかえりだって、いいじゃん。大マンボウ。チョコレート食べ、いやでもずっとあるよね、ここ。あ、そういうことか。富山ツアーでみんな覚えてるのね。シンガポールな。まさかシンガポール歌ってくれて嬉しかったのっていう。ミルさんもね、卒業ですしね。え、マジ永遠にあるんだけど消えない。もう私、修学旅行の思い出はシンガポールでからインスタライブをやって学校の先生に怒られたことしかも記憶にない。でも学年みんなの前で言われるの、なんか昨日インスタライブしてる人いたらしいみたいなやべえと思って。
でもなんか私にはそんな直接は言われなかったんだけど、やばかったよね、テンションやばかったよね。言われた記憶がある。あ、推しメンに当たったんだけど、どうしようどうしよう、嬉しい。サヤリンがいる、サヤリンが見たかった。ポーサイトに乗ってんちゃう、分かんないけど。サヤリンと当たったよ、嬉しい。もうずっと会ってないんだよね、推しメンなのに。あ、ごめんなさい、色ごめんね、ごめん、色変えちゃった。あ、変えられちゃったわ。ちょっとヤッホーになっちゃう、ずっとスタンプ押してるんだけど。かわいい、シャリン、あ、シャリン、シャリンに泥吸いされた。謝って、あ、スキップされた。スキップされた、にゃー。リバ、サイリンにリバースします。あ、リバースしてくれたからリバース仕返します。あ、ないのね、ごめんねごめんね。さあどうなるかな。あ、あ、誰かにドボンされるんだけど、ファンの人にドボンされました。弱いとかじゃない、弱いとかない、このゲームに。うんうんうんじゃん、絶対うれちい。あとはまあゴールデンベッドタイムとボーナスタイムに30秒ずつやろうかなとは思ってる。なんで推しメンってやるときそんなふにゃふにゃつなるんですかね。いや推しメンだからでしょ。いやみんなもなんない、あ、もう推しメンだからふにゃふにゃしちゃうんだよ。推しメンだよ。でもまだ27日残ってるんだよな。ん、左と対戦したけど一押し力が400%しかなく、左はねあんまりドボンの仕組みをまだ分かってないらしいよ。なんか今日なんかちゃんとカードの仕組み知ったって言ってた。私はもうイベント始まって毎日ユッキーナに会って当たってるかも。1日1回は当たってる。サヤリンって結構変わったね、お顔が垢抜けたよね、めちゃくちゃ髪長いし。コインあるならガンガンガチャしたらガンガンした方がいい。真白先輩のときめき欲しいって、真白ってやってるのドボン。アマとリンちゃん当たった。そうなんだ、結構当たってるみんな。じゃあユキーナすごいよね、もう追いつけない。ユキちゃん、うん、みんなスクショするのって言ったらカチャって。
なことない。今12位なんだ、下がったね。もう順位変動が激しいね。星の時は画面の子が、そうなんだ。そっか、お昼とかね、お昼とかのボーナスタイムでもやりたいんだけど、あんまできなくて。これ今日もう9時、9時じゃない、10時から30秒、分声した方がいい、しない方がいい、任せるよ。どっちがいいんだろうか、秒だけの方がいいのかな。でもやっぱね、なんだろう、本人と遭遇、マッチングした方がね、ポイントもね当たりやすいだろうから。お、もちきんさん当たった。ない方がいい？じゃあ30秒でやっていくね。10時から。いや、ちょっと最初の方だけ。またじゃあ755に書くね。じゃあそろそろランキング読もうかな。さゆりまだ言うの話してる、嘘、嬉しい。とりあえず会いたいし YouTube 出たい、さゆりのでは、13位天使閣さんありがとうございます。12位まじばなちゃんありがとうございます。11位おがけんさんありがとうございます。10位ゆきたんアットマークなたん大好きうなたにとんさんありがとうございます。9位台湾中心アットマークセリカの大大大好きラブさんありがとうございます。8位エリカアットマーク特製台湾うなたりどんほっぺかわいさんありがとうございます。7位ゆうきさんありがとうございます。6位台湾中心アットマーク超大盛りうなたりどんさんありがとうございます。5位ペロペロチーノさんありがとうございます。4位正前ジェジャットマークハートさんありがとうございます。3位 TK トンからアットマークタイのうなとりどんさんありがとうございます。2位ロロさんありがとうございます。そして1位 YK アットマーク福シンクロもかわいい今日お疲れ明日がんばあさんタワーもありがとうございました。ここにありがとう、明日も頑張ります。皆さんもお仕事頑張ってくださいということで、今日も見てくれてありがとうございました。早いですがおやすみなさい。またね。